アムロ風実況ガンダムオンライン実況者のエテポンゲです。よろしくお願いします。皆さんお久しぶりです。長きにわたりこのアムロ風実況ガンダムオンライン界で一番面白いアムロ風実況を休んでいたことをお詫び申し上げます。あ、今回からなんとゼータガンダムが実装されたようなので私もちゃんと手に入れておきました。皆さんはもうゼータガンダムは当たりましたでしょうか。私はもうしっかりデラックスガシャコンチケットを集めていましたので、入手することに成功しました。いろいろと酷評を聞きますが、やはり なんだろうな、やっぱりみんななんかゼータガンダムはビームチャージビームサーベル以外は使い物になんねえなとか、思ったよりもっさりしているなとか言うとりますけど、そんな言うとりますけど、それは批判したいだけなんですよね。みんなはゼータガンダムを批判したいだけ、ゼータガンダムをうまく使えてないだけです。それは雑魚です。それはもう使えない雑魚は黙ってろよ。ゼータガンダムも使いこなせない雑魚は黙ってろよ。私はそう言いたい、うん、強いからゼータガンダムは。ゼータガンもしかしたら当たってないやつがもしかしたらゼータガンダムの批判をしているのかもしれない。当たらなかったやつらがゼータガンダムの批判をしているのかもしれない。ってことで今回はゼータガンダムを使っていこうと思います。今回のデッキはこんな感じですね。私は一応100式も手に入れてますので、100式を、メインに使っていきます。まあ、今回はゼータガンダムを使っていきますが、このゼータガンダム非常に優秀で、本当みんなはなんかビームサーベルがチャージビームラーサーベルは使えしか使えないわとか言っておりますけども、全然そんなことありません。なので私はこのロングビームサーベル D 出力強化型を採用しております。あとはハイパーメガランチャーとビームライフル FA、 特性はビームシューター大当たりですね。ちょっと待ってください。あー、マカフィーが、ちょっと待ってください。マカフィーが起動している。はい、すいません、お待たせしました。ちょっとマカフィーが発動してしまいまして、ちょっとマカフィーを黙らしておきました。で、ゼータガンダムはまあこんな感じの武装です。はい、あとはまあいつも通りチャージビームライフルを2機積んでおります。宇宙の方にもね、しっかりゼータガンダムを入れておきましょう。巷ではなんだかオツガンダムとかなんか言われているみたいですが、決してそんなことはありません。マジでゼータガンダムで本拠点突および敵機20撃破目指しますので、私のゼータガンダムの使い方をよく見てメモを取り勉強して、今後の連邦軍の勝利を一緒に掴んでいきましょう。よろしくお願いします。汚い手しか使えないお前はもうパワーマまもなく戦闘が開始されます。参戦ボタンを押してください。では行きましょう。階級は準将です。長らくガンダムオンラインをやっていなかったため、一時は大佐になり中佐まで落ちてしまいましたが、準将までしっかり戻しておきました。
やはり私の適正階級は中将、改め中将、改め準将あたりですね。やっぱり左官部屋はぬるいわ。左官部屋はぬるいわ。連邦のエテポンゲは左官部屋はちょっとぬるいんだよ。久しぶりすぎてなんかアムロ、これちゃんとアムロできてますかね。アムロできてるかどうかが非常に不安です。いけ、アムれてますかね今日。大丈夫かな。もともとアムれてるかどうかはわかりませんが、最初からもう完全にこれ召喚部屋にぶち込まれましたね。実のところを言うと、まだ準将になりたてなので左官部屋の頭を張らしてもらうことが多かったんですが、しかもこれあれじゃないか、これうーわー、道軍だわ、道軍マッチだわ。しかもこれタクマラカン遺跡だし、ちょっとこれコスト重たすぎはしないか。これ昔のエテポンゲだと思わないでくださいね。もう今昔の出てはやられのあのエテポンゲだと思うなよ。マップも見るし、チャットも読むし、突するし、切るし、よろしくお願いします。これ初動どうするんだろう。1取ろうって言ってる。初動はゼータガンダムを使用します。基本的に右側拠点の場合は、2番を取ることは非常に難しく困難なので、基本的には1番を優先的に踏むこと、それが大事ですね。あとは戦略兵器を貯めて一気に運ぶ。それさえできれば勝ち確実。エテポンゲイディハプテッド、いきます。久しぶりすぎて忘れていた。どけ、邪魔すな、そこ。一番のダッシュを最優先にしていきましょう。一番、あ、取った。一番踏みました。よし、あとはじわじわとラインを上げつつ、牽制しつつ、そして隙を見て核を運ぶ。おー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 、死ね。よく見えている。よし、落ち着いていこう。危ない、超危ない。もう修理してくれ、修理をしてください。うまっ。そう、なぜいつもよりエテポンゲはこの見えているかというと、なんとメガネをかけているからです。それはなんとメガネをかけることにしたからです。ガンダムオンライン中、基本的に私は車を乗っている時以外メガネはかけないようにしているんですけど、メガネを解禁しました。そこ
げよ。あぶねえ。カルドラ修理し、あぶない。カルドラ、くそ、叩き合ったぞ。カルドラすまん、修理してくれ。カルドラ必ず帰ってきてしまった。しまった。くそ、裏取られてた。しかし、安心してください。一番はしっかり踏んでいます。一番はしっかり踏んでいるので、ラインをこの7まで進めている。7。ここが一番大事ですね。7番までのラインを、ここを意識すること。それが一番大事です。あとは、この南の核を、しっかり止めること。それが大事です。今のところまだ核は来てそうにないので、問題ありません。一番の維持に徹しましょう。もうメガネかけたからね、もうほんとチャービンも外さないよ。メガネかけたから。カメラを撮ってくれませんか？ジャニー、カメラ撮ってくれ。カメラを、ありがとう。ちょっと、もう。榴弾も本当榴弾って適当に撃ってるだけだろあれ。榴弾って適当に撃ってそんな当たそれが当たって楽しいのか。それは落ちてよ。あぶね。コクーンだ、コクーン。うわー、まあ初期ゲームはね、言って使い物になりませんので、うん、初期順はもうほんと合ってないようなものだ。落ち着いていく。落ち着け、もうカメラつけるやつ、足で殺すな。六角を出す前にもう一度初期呪文を出します。ダメだ、右側はちょっとダメです、狙われていますね。左側から狙いましょう。100、危ない。あ、そこか。あたた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 た、後ろ、どっから出てくんの、その後ろから来るやつ。ちゃんと左右、もうこの野郎マジでもう榴弾とかマジまぐれだろ、それまぐれ。適当に撃ちやがって。そんなん実力と言わんぞ、それは。あぶれ。よく見えてた。今のはよくかわした。あーっしゃ！突っ込む時も大事ですけど、その危ない、そこ危ない、見えてるよ、そこ撃たれるぞ、そこ突っ込むことも大事だけど待つことも大事。そこの見極めができて初めて重傷と言える。ちょっと持ち替えくそ。
オワコン機体が。いつまでもピクシーの格闘に頼り、もう空を飛べないピクシーなんてね、もうほんとあれやで、空を飛べないピクシーなんてね、オーバーヒートしたガンダムみたいなもんだよ。空今のところちょっとカットでお願いします。今のところ百式左に行きます。後ろ来るからね、後ろもちゃんと見とけ。後ろたまにすぐたまに来るから、後ろがね。おっ、さすがのビムコだな。やはり百式は優秀だ。やはり百式は優秀。前に出すぎるな、出すぎるな。そこ出てこいよ。知ってるもん、そこにいるの。ひょこひょこ出てきて、ひょこひょこ。一発か。くっ、ちょっと待て。お前の相手をしている場合ではない。今ジュアックと対マン中なんだ、やめてくれ。引き上がったな。当たらねえよそんなの。榴弾がもう、ここ榴弾がすごい飛んでくるから、もうなんでこいつの股間のアップを見なきゃいけないんだ。絶対ガンダムいきます。 B を阻止しろ。おっしゃ、ハイパービームサーベル、ロングビームサーベルの出番。ロング、切りかかれ。いきます。あっ、ちょっとやめてください。なんてやつだこいつ。ゼータガンダムを借りに来て、もう命を落としてでもゼータガンダムを借るっていう、なんちゅうやつだあいつは。尊敬するガンダムオンラインユーザーはと聞かれたら、迷わずあいつと答えるだろう。名前はもう忘れてしまったけど、おいいとこまで来れた。おしゃしゃしゃ、もらえ、くれ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 。すぐかかる。おしゃしゃしゃ、くれ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 。おいしい。シュツルム、バカめ、届いてねえよ、そんなシュツルム。ちょ、一回ブーストを回復。しっかりブーストを回復。迫撃砲は意外とじっとしていたら当たらないということだ。待て。つまずいちゃったのかな。石ころでも転がってたのかな。押し切れ押して、ナイススイッチ回心くん、よくやった。ナイススイッチだ。一回引くのか。いや、引かない。行くべきだった。こいつ拠点の弱気から、拠点の脇から撃つ。どうしたらいい。下は大丈夫。上だ。ほれ、チャービ当ててっからね、チャービ。今右側は結構ガラ空きなんで。おっしゃ、前に出すぎるな。落ちて。
もうキルトルとかもうどうでもいいわ。落とせればもうそれでいいわ。キルとかマジいらねえから、落ちりゃいいから。なんか狙わ…バレてるかこれ。うえー、これは欲しい。会心区ならまあやろう。お前にはさっき命拾われて救われてっからな。やろう、それは。会心区、お前は一目置いてるから、お前には。ちょっと待て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 、スイッチ。うっそガンタンク。もう、それ以上、エチを凝らすなよ。もう、今の、もう、マジで、砲撃中、マジで。もう、絶滅させるからな、今から、砲撃中。絶滅させてやるわ、もう怒らしたな、エテを。エテを怒らしたな。絶滅させてやるもん、砲撃中。ハイスピード全力合わせ砲撃、お前じゃお前もついでにして。よしガンタンクは許すな。アクトザクの次に許すな、ガンタンクは。アクトダックの次に、する。おし、援護しよう。初期島だが、できることはする。ハエ叩きのごとし。そのビーム、ハエ叩きのごとし。この野郎、こいつ、最初撃ってきたやつだろ。今のうちに戦況整理しよう。今のところゲージ差は約戦略兵器3個分ってところか。戦略兵器3個分のゲージ差がある、うん、そして今索敵を動かしているので戦略兵器は0、敵の戦略兵器は0、そして我が軍に戦略兵器が 1個ある。これはもう相手がとどめを刺すしかないの。これはとどめを刺すか。 しかしさすがに初期順で戦略兵器を持つなんてことは許されない。それはさすがに分かる。相手でもやっぱり初期ジムだとか和田キャノンだでその戦略兵器を持つのはダメだっていうことはわかる。それはもう4年ぐらいやってるから、ガンを4年ぐらいやってるから、それぐらいはわかるよ、うん、バカにするなよ。それがわかる。せめて100式だな。100式が復活したらちょっと、けど持ってかれちゃったな。えへへちょっと一番踏みに来てる。踏ますなやるなよ。一応やるな。クソ、やってしまったか。よし、一回整えよう。じっとしろ。落とされる。ちょっと助けてくれ。初期ジムで出ればよかった。ゼータガンダムでいい。持っていこうかな。ゼータガンダムで持っていこう。みんなの力を貸してくれ。うーまー、ほれ死ねー。カニクリームそこにいる。通すな。絶対これ上角来てる。上角来とるわ。これ上角来とる。見つけてくれ。ちょっと CT がもう CT がもうゼータガンダム、こいつ何もしてなくねえか。ゴミじゃねえかこいつ。使えねえ。何がゼータだ。ちょっとエテにも核を分けてくれないか。エテにその核パスしないか。
ついていこう。よし、いつでも拾ってやるからな。けどもうかレーダーの音がもうすごいし、ちょっともう、もう百式じゃなくてゼータ大事にして、よっしゃ、エイム力、奇跡的なエイム力、逃げよう。これすごい楽しいんだよな、これすごい楽しいよ、これ。変わってやろうか、変わってやってもいいぞ。勇気がないなら、一歩踏み出す勇気がないのなら変わってやろう。しかし一歩踏み出す勇気が、もしその心のどこかにその一歩踏み出す勇気があるのならば持っていくがよい。わかった、変わってやろう。修理してくれ。ありがとう。よし、わかった。危なくなる前に修理しろよ。なんでこっち、なんでこっち狙ったんだお前。ああ、もう、いや、よしよし、もう、わかった、わかった。落とせ。くそー。うおー、ナイスすぎる。もう、おし、もう来ないか、もう来ないか、もう来ないか。まだまだだ、まだだ。もう一個来る可能性はある。うわあ。下、わあ、南が、けど壊した、オッケー、ナイス。あ、もうダメだ、もうさすがにこの時間はもう核持ってってももう決まらないな。最後にお前だけでも、パッとしない戦場でしたね、うん、個人の評価を報告します。ちょっと調子悪かったな。本部からの報酬が支給されました。風かな、ね、熱あるかもしらんな、これちょっと熱っぽいしな、もしかしたらだけど熱があるかもな。本調子だったら間違いなく核決めれてたんだけどな。はい、ってことで今回はゼータガンダムオンラインを、ゼータガンダムをの使い方講座でした。やはりみんなね、ゼータの悪口ばっかり言ってますが、その なんだろうか、期待じゃねえよ、期待性能じゃないんだろう、うん、そう、ゼータガンダムがいる、そこにゼータガンダムがあるっていうことが大事、連邦にゼータがあるっていう、それが一番大切なのじゃないでしょうか。期待性能は二の次、ゼータガンダムが連邦にある、それだけで抑止力になるのではないでしょうか。そういう心意気でゼータガンダムを運用していきましょう。以上です。はい、ご視聴ありがとうございました。